豪傑寺一族、豪傑寺一族、豪傑寺一族は、アトラスよりアーケードゲームとして発売されたゲームの名称、およびそのシリーズ名。ジャンルは対戦格闘ゲーム。対戦格闘ゲームの黎明期の作品には、奇抜な設定のものが多々あるが、その中でも本シリーズは、第一作から登場するすべてのファイターが血縁関係にあるという、稀に見る設定で始まっており、 異質で濃厚な雰囲気を漂わせる作品になっている。この方向性は、後の作品では、外部から招かれた格闘家、一族を滅ぼすとする敵対者など、例外的人物も出てくるが、基本的にほぼ全ての出場者が血縁者であることは、変わっていない。アトラス開発のグルーヴ・オンファイト豪決字、一族さんまでの作品は、イラストレーターの村田蓮南寺が、 キャラクターデザインを担当している。また、前作を通じて、背景や田中圭一が作曲する BGM に妙な、こだわりの見られるゲームで、特に BGM は一部を除いてほとんど歌えるになっている。なお、新号血決字一族とオコン、マトラムレイマイナスのイラストは、中野智和が村田蓮南寺の絵に似せて描いている。グルーヴ・オンファイト後血字、一族3まではアトラスが制作。 販売。開発は、アトラスの関西事業所で行われていた。新豪決寺一族闘魂、マトラムレイマイナスは、アトラス巨額の下で、製作ノイズファクトリー、販売、SNK プレイモア、新豪決寺一族煩悩解放は、エキサイトよりの販売という形で、リリースされた。パチンコメーカー西陣で、CR 豪決寺一族が開発された。設定こそ、 極めて独特な本作であるが、操作系は他の一般的な格闘ゲームの例から漏れず、方向レバー、方向キー後ろで、ガード、コマンドと、ボタンで必殺技。ボタンは4ボタン制で、パンチとキック、それぞれ弱と強がある。当初の対戦格闘ゲームにはなかった概念を多く取り入れており、2段ジャンプ、飛び上がった空中でもう一度ジャンプできるや、ダッシュ攻撃、 通常攻撃と違ったモーションが出る。本作においては、ダメージも通常攻撃より大きい。さらに二段ジャンプの標準装備に伴う、最大八画面分のステージ。基本は、重央二画面分ずつの四画面分。一部ステージでは、両端の障害物を壊すことで二画面分ずつ広がる。は、高血時一族が初質とされている。現在では、他のゲームにも取り入れられている概念だが、 登場する全キャラクターが標準装備しているのは今もって合傑時シリーズぐらいのものである。その他、変身技を持つキャラクターがいるのも特色。モータルコンバットのボスキャラクター、シャンツンなど、自分以外のキャラクターの姿に変身するキャラクターは他のシリーズにも出てくるが、このシリーズでは相手の正気を吸って老婆がモンペ姿の美少女に若返るなど、 グラフィックはそのキャラクターのためだけに用意されており、技も全く別なキャラクターになってしまう。後のシリーズでは初期状態で変身済み、特定の条件で変身が解けるというキャラクターも登場している。初代以外では勝利デモにおいて負けた、プレイヤーキャラクターは顔に落書きされてしまうオチがある。豪傑時一族シリーズは、 BGM について格闘ゲームとしては異例のこだわりを持って制作されている。2、外伝、新では BGM に歌詞をつけて歌にするという画期的な試みがなされている。歌詞は大半がシュールな内容で電波ソングと分類することもできる。また、背景ではバックダンサーが曲に合わせて踊ったり同じステージでもラウンドが進むとストーリー仕立てで BGM やダスが変化したりと 総合的な演出もなされている。本シリーズは主人公が恒例の老婆であると、初キャラクターの特徴性で注目を集めてきた部分が大きく BGM そのものが注目を集めることは金賞であった。しかし、これらはインターネットの普及とインターネット上のアングラ文化の発達により意外な形で大きな注目を浴びることとなった。 新豪傑寺一族闘魂、マトラムレイマイナス、新豪傑寺一族煩悩解放マイナスのステージ BGM の一つに、レッツゴー。音名詞という曲が配置されている。ユーロビート調の展開にことなど和風のテイストを加えた、この曲はタイトルに音名詞と記されているものの、ゲーム中に出現する音名詞は画面背景中央のゼーダイ。 盛代に背を向けて座りくじをるなどの仕草をするのみで、格闘キャラクターとしては登場せず、ゲーム進行の表面的にはよくある地味な設定が、なされている。しかし、信号決字一族煩悩解放マイナスにおいて、ゲーム中の一定条件を満たすと見ることができる、PV が作成されたことで状況が一変する。ステージ背景のキャラクターであるやべのまろが、 3D アニメで登場し、ニコの琴トや3名の僧侶からなる、坊主ダンサーズと共にロングバージョンの同曲に合わせて歌って踊るものが発表され、2007年1月から2月にかけて閲覧者が自由にコメントを書き込むことのできる動画配信サービスニコニコ、動画上で人気を呼んだ。この動画が話題になった当時、ニコニコ動画は YouTube 当該部の 動画共有サイトから取得した動画にコメントをつける方式をとっていたが制作者側はこの動画がアップロードされてインターネット上で話題になったことについて体制の人に楽しんでもらえたからとの理由で無断配信を黙認する姿勢を保っていたニコニコ動画にサービスが変更されて以降は公式の動画として配信されている合計再生数は2008年1月に初音ミク ミクミクにしてあげる、してやんよ、に抜かれるまで、全動画中1位の再生数を誇っていた、2012年11月現在は、全動画中2位。この経緯は、川津くんの検索生活の2007年3月17日放送会においても取り上げられている。なお、2008年11月12日には、初音ミク、ミクミクにしてあげる、してやんよ、に続いて、 ニコニ動画史上2番目の500枚回再生を達成している。その後、ニコニコ動画の管理元企業であるドワンゴが正式に契約を結び、同社の着歌サイト上で同曲を配信することになった。制作元のロイズファクトリーもフルコーラスバージョンのサウンドトラック CD を通例通り自社通販で販売することを発表したところ、自社通販の対応能力を超えかねない。 膨大な注文を受けたため、一般の CD ショップにおいても販売されることとなった。自社通販版と一般販売版においては、収録内容に一部相違がある。レッツゴー。音名詞は、ニコニコ動画内において最も古い、動画投稿番号が若い作品となっている。2007年5月19日に、開催のパフォーマンスイベントリングにて、レッツゴー。 音名詞のダンスが行われた。矢部屋、彦コマ役は狂言師の泉元屋が務め、坊主ダンサーはプロレスラーの畜前両太ら務めた。なお、2007年6月7日発売の Nintendo DS 用ゲーム、オンタマ音符島編制作ノイズファクトリーと2011年1月より稼働中のアーケードゲームミュージックガンガンににも音名詞が収録されている。 2007年7月7日に実施された、アナメイロサマーライブ2007ジェネレーション A、主催、ドアンゴにて、スペシャルゲストとして、ヤベヤヒコマロ、デンチューコトビメ、モモエイカが登場。音名詞を披露した。2009年2月に開催された、青2009アミューズメントエキスポのアトラスブースにて、シリーズ新作である。 豪傑寺一族専属用が出展された際は、新作の PV と共に、レッツゴー、音名詞が出展ブース内に常時流され、レッツゴー、音名詞の知名度を活用したアピールが行われた。また、豪傑寺一族専属用では、レッツゴー、音名詞と従来の陳年ステージの BGM、ボーズでダダダ、オミックスした、音名字ジジジ、が、 新年ステージの新曲として収録された。そして、2012年7月7日20時30分に1000万回再生の大台を記録。そして同月30日には、公式から、レッツゴー。音名詞1000万再生五霊ダンスという1000万回再生されたことへの喜びと感謝を示したがを、配信した。 2014年7月には、アトラスの親会社であるセガ、あとのセガインタラクティブの音楽ゲーム、マイマイグリーンプラスに映像付きで収録された。そして、2017年4月6日に、セガの音楽ゲームであるチャンスムエアープラスに収録された。シリーズ各作の概要と登場キャラクターの一覧、豪傑寺一族は1993年11月に、アトラスから発売された。 アーケードゲーム。欧米では、パワー・インスティンクト豪傑寺一族として発売。豪傑寺一族の血を引く8人のプレイヤーキャラクターから1人を選び、他の7人を蹴散らし、ラスボスである東大頭主、お梅を倒して新たな頭主の座に着くのが目的。主人公はお梅の双子の妹、お主。お梅とお主は双子なので、ゲーム上のグラフィックが同じ。 色が違うだけで技も似たものだったが、技の性能は格段に違っていた。家庭用では、スーパーファミコン版、メガドライブ版、いずれもアトラスが発売されている。2011年10月4日より、Wii のバーチャルコンソールで、2015年11月11日より、Wii のバーチャルコンソールで、スーパーファミコン版がそれぞれ配信開始。アーケードの初期バージョンは、 外部からのボタン操作のみでデバッグモードに入れる問題があり、ロム交換が行われた。後期版はボタン操作に加えて筐体内部のテストスイッチを押すことでデバッグモードに入ることができる。豪決時、一族に2はアトラスから1994年10月に発売されたアーケードゲーム。欧米ではパワーインスティンクト2として発売。 ストーリーの時期は、前作から一年後。お主の優勝で全大会は幕を下ろしたことになっている。念願かなくてついに頭主の座に着いたはずのお主が、しばらく留守にする。後のことは任せたとだけ書かれた手紙を残し失踪した。一族の家訓により頭主は一週間以上、姿を消した場合、その座を追われることになっており、また新たに頭主を決める大会が催されることと、 使用可能キャラクターは推しと入れ替わりに、お梅が加わり、さらに新規に5名の新キャラクターが追加されている。そのうちの一人、国有金田明は5歳の幼稚園児、そしてまた別の一人は、高齢な老婆であるお梅、推し姉妹のさらに高齢な母、豪傑児吉馬101歳。モンスターやミュータントなどでなく、純粋な人間だけが登場する格闘ゲームとしては、まれ見る。 年齢差である。ゲームシステムとしては、新たに忍耐メーターを追加。サムライスピリッツの怒りゲージのように、ダメージを受けるごとにメーターが増加し、最大になると、いわゆる超必殺技である、一発奥義が使えるというものだが、メーターが最大になると無敵になり接触した相手を押し返す。オーラ、怒り爆発が発生し、攻め続けられていても、 状況を5分に戻せるという先進的な緊急回避機能を持っている。また、前作で、ュ・オウ梅のみが持っていた変身能力を、新キャラクター5人のうち3人が搭載している。多くのステージ曲に歌を採用したり、背景キャラクターに、ステージ曲と同期した振り付けを行わせたのは、本作からで、基盤の容量の大半がこうした音楽周辺の演出に使われたという。 登場キャラクターの一人である花工子クララ役及び、クララのステージ曲である魔法みたいな恋死体の歌唱は、三石琴とが担当している。純粋な家庭用移植作品は存在せず、アトラスからプレイステーション版、豪傑時、一族にちょっとだけ最強伝説として副題付きで発売された。これはニをベースとしているが、家庭用オリジナルの対人戦専用の追加モード、 チームバトルモードにて、最強伝説の要素、隠しキャラクターやタッグバトルが含まれている。ただし、キャラクター性能は、二準拠。しかし、変身するたびに、ロードが始まり対戦が一時止まってしまったり、一種の、ポーズ状態斜めジャンプ攻撃が垂直ジャンプ攻撃と、同じものが出たり、ステージ背景の一部欠如、陳年ステージのバックダンサー、オシュステージのオシュ像などがあったりと、 原作との相違点が多い。2011年4月13日よりゲームアーカイブスで配信開始。豪傑自外伝最強伝説、対外伝最強伝説はアトラスから1995年5月に発売されたアーケードゲーム。欧米では豪傑時レジェンズとして発売。前作におけるお主の失踪は頭主への帰り咲きを狙った大梅の陰謀であった。 しかし、そうまでして開いた大会だったが、お梅は、優勝を逃してしまい、新たな頭主は、国有印、カンシュゲルに決まった。そのカンシュゲルが暇つぶしにタックマッチ形式の大会を、開くというストーリー。シリーズ中で、初めて、合傑辞書代頭種の血を引かない人物、史上最強の男、チャック登場する。初期の、 ザ・キング・オブ・ファイターズシリーズに近いチームマッチで、タッグマッチと言いながらも、同キャラクターを選べるため、前作までと変わらないスタイルで戦うこともできる。リーダーとパートナーを選択するが、本作では、一般的なタッグ形式の格闘ゲームとは戦う。順番が逆となっており、パートナーが先方として1ラウンド目で登場し、倒されると次のラウンドで、リーダーが登場する。順番を入れ替えたり、 ラウンドの途中で交代することはできない。新システムにボタン同時押しによる迎撃防御、必殺技でキャンセルできるガードとごっつい攻撃、強攻撃を超える威力の通常技を追加。前作でラスボスであったオシュのほか、一部の変身キャラクターの変身前、変身後が別キャラクター扱いになるなどで、使用キャラクターは増加している。隠しコマンドを入力すれば、 ラスボスのチャックも使用可能となる。なお、本作の BGM で使用されている音源データは全て2と同一であり、それぞれのデータを組み替えてリミックス的に仕上げられている。新しいデータを追加することはできなかったため、開発には非常に苦労したとのこと。グルーブオンファイト合決時一族3、グルーブオンファイト合決時一族3は、 アトラスから1997年5月に発売されたアーケードゲーム。日本国外では未発売。舞台は2から21年後の未来である西暦2015年という設定で前作まで争っていたオシュ、オウメが歳月を経て結託し、タッグマッチ制のカシラシュ大会を開催するというストーリー。新世代を意識した作品となっており、 キャラクターデザインが一新され、おしとおウ以外のキャラクターはすべて入れ替えとなった。登場キャラクターが豪傑時の血縁関係という設定は健在だが、関係が明示されているのは前作までのキャラクターの子孫であるクリス・ウェインと花こうポップラだけであるほか、最終ボスのブリストルは豪傑時一族の敵対者であり血縁関係はない。シリーズ本編の時系列設定では最も未来に、 位置する作品、前作に引き続きのタッグマッチ形式を採用しているが、本作では一般的なタッグ形式の格闘ゲームに準じてリーダーが先方になった。さらに新たに戦闘中に任意で交代できる待機中は体力が回復するなど、X n VS ストリートファイターに近いシステムを採用しているが、そこにも 倒れた敵や味方を飛び道具として投げつけられる、などといった豪傑児シリーズ独特の味付けがなされている。新キャラクターの造形や世界観は全体的に大敗的な印象を持っている。曲に関しては、ジャンルの多様さはそのままだが、歌や振り付けは採用されなかった。なお、ラスボスのブリストルは、デビルサマナーという設定で、必殺技として、真、 女神転生シリーズに登場する悪魔キャラクターデザインは金子和馬を多数召喚する。さらに女神転生シリーズの女神イブンロクペルソナにもある重要キャラクターがこのゲームをプレイしている描写がある。家庭用はアトラスからセガサターン版が同月に発売されている。信号ゴー一族闘魂。マトラムレイマイナス。信号ゴー一族とウコン。 マトリメレイは2003年3月21日にプレイモア、現 SNK から発売されたアーケードゲーム。今作はノイズファクトリーが開発しており、発売元もアトラスからではなくなった。欧米ではパワーインスティンクトマトラムレイとして発売。ストーリーは豪傑寺一族にの約1年後。豪傑寺一族は亡国のイベントに招待される。 これの目的は、某国の多い継承者の結婚相手を探すことで、あった。数人のキャラクターが新規に追加され、前作までの登場キャラクターは新たにイラストを描き、起こされているが、変身儀が廃止されている。途中で、レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ、同じノイズ・ファクトリー制作だが、発売元は違うため厳密に言えば、他社のゲームであるのキャラクターが乱入したり、ラスボスは、 お姫様プリンセスシーであったりと混沌とした展開になっている。楽曲については2、外伝の歌による総合演出路線が復活。各、キャラクターごとに専用ステージは用意されていないが、代わりにほぼ全ステージが歌入りのものとなった。ただし、一部の海外地域での稼働を想定して、海外版ではボーカルのない簡略化した BGM となっている。 これは MVS カートリッジの容量を節約するため、一曲を除いてサンプリング音源で流しているため、過去作と異なり、ボーカルパートと BGM パートを別々に再生することができなかったためである。その唯一サンプリング音源で再生されていない、BGM もゲーム中で使用されている、効果音やボイスをつなぎ合わせて作った海外向けの ED 曲、国内版の ED は、 ボーカルメドレーである。家庭用は、プレイモア、ノイズファクトリーから、ネオジオ版が発売されている。新、合決時一族煩悩家、違法、新合傑寺一族煩悩家違法新合傑寺一族煩悩家違法は2006年5月25日に、エキサイトから発売された、プレイステーションに用うソフト。日本国外では、未発売。当コンのアレンジ移植かつストーリー上は続編にあたり、 プリンセス CC シシ主催の大会で優勝者には多い継承権以外の望みを一つ叶えてあげるという設定となっている。基本的なシステムは前作と基本的に同じだが、判剣の都合上、レイジオブザドラゴンズからのキャラクターは全て削除された。ただし、特定のステージ背景に同作そっくりなゲーム画があるのはそのまま。システム面では国士システムが廃止された一方、 過去作の変身システムが復活し、一部のキャラクターが再登場。さらにタレントのボビー・オロゴンが最終ボスとて追加された。また、オンラインバトル対応、煩悩カードシステムなど、家庭版専用ならではの機能が追加された。本来は2月23日に発売される予定だったが、1月にボビーの起こした暴力事件の影響で5月25日まで発売が、 延期された。豪傑寺一族専族用。専族用は2009年7月24日に PIC から発売されたアーケードゲームタイトタイプ X 基板を使用。日本国外では未発売。キャッチコピーはあの一族が帰ってきてしまった。アーケードのシリーズ新作としてはトーコン以来およそ6年ぶりとなるがアトラスが業務用。 ビデオゲーム事業の販売より撤退したため、販売は PIC に引き継がれている。2012年2月22日にバランスを再調整して、ニーシキャックスライブで配信された。CR5 決字一族は2010年9月26日にパチンコメーカーに資順から発売されたタイアップ機。キャラクター設定やイラストなどは、新と専属用ベースとしているが、 旧作のデザインに戻っているキャラクターも存在している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。